はい、どうも皆さんこんにちは、サイテンマンです。今日もですね、ゼルダの伝説不思議の木の実第一の章をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。前回はですね、剣を入手したところで終わってしまいました。前回のパートのおさらいなんですが、なんかこいつの力が出ないということで、で、ゴルゴンってやつがなんか現れて、ディンだっけ、ディンっていう踊り子をさらっていきました。で、春夏秋冬、今左上に夏とか秋とか出てるかなと思うんですけど、あれをなんか自由自在に操って世界をなんか破滅に追い込もうみたいな、闇の世界にしてしまおうみたいなのがゴルゴンの目的でしたね。で、剣を入手したことで、なんか北の山にから邪悪な気配を感じるから、ちょっと見てこようみたいなことでした。はい、ということでやっていきたいと思います。ただまあもうこれ剣入手してるから、もうなんか単純に行動範囲が増えてるんですよ。多分行けるところに行こうみたいなことだと思うんで、向かっていきたいと思います。大きな根っこ、ここをまっすぐ行ったところに確かそんなのがあったと思うよ。こいつちなみにインパです。今作のインパですね。ゼルダのウバー、インパ、ただのクソババアなんですけど、こう見るにインパのね、ウバー、この人は見ておくれ。わしの可愛いシミミちゃんがいくら呼んでもあそこから降りてきてくれないんじゃ。大好物の魚でもあればの。あ、これはわらしべ的なやつでしょ。わらしべ工作もあるっぽいね、今の見るにね。なるほど、そんなんもあると。あー、なるほど、ロック調の羽だ。いや、これロック調の羽でも無理だな。あのロック調の羽っていうのは、これ穴が開いてる一マスを飛び越えられるっていう夢を見る島でぶっ飛んだ性能のアイテムだったんですけど、これロック調の羽でも無理だね。これどうすんだろうね。フックショットでも無理だし、もうあれどうやるんだろうね。ただロック調の羽は出そうな気がするね、今作も。ロック調の羽は、多分全ゼルダの中でも一番トップの俺は性能かなと思ってます。あれほど優秀なアイテムは僕見たことないです。ロック調の羽は最強のアイテムかなと僕は思ってますが、とりあえず北を目指していけってことなんで、ここじゃないよな、さすがに。お父さんのパロンが、パロン。ってことはこの子マロンちゃんじゃない？マロンの歌で有名の、お父さんのタロンがバッタくんねえの、あの子ね。コッコ山へ山登りに行っちゃったから、私がコッコを世話しているの。でもわからないことだらけで。あ、これなんかあるな。こんなちょい役で出してくるわけないですもんね、マロンちゃんを。なるほど、ここにマロンちゃんがいるってことを覚えておきましょう。そして冬です、いきなり。春が来る流れかなと思ったんですけど、冬でしたね。マロンちゃんには恋をしなかったと。あー、これやっぱロック調の羽だ。ひとまずジャンプできるやつだ。出ますね、今作もね。ロック調の羽。あれ好きなんだよな。あと、これも銀のグローブだね。金のグローブか銀のグローブか。これ岩持ち上げられるやつ。ゼルダは、こういう感じで、何かアイテムを持ってないやつを、こういうので封鎖するっていうのが定説なんですよ。その最近のティアキンとか、ブレワイは、いわゆるその、オープンワールドだから、自由自在に移動できるっていうのが基本かなと思うんですけど、基本的にゼルダは、初代ゼルダからこういうアイテム的なもので、ここか。ここ多分ファーストダンジョンね。アイテム的なもので封鎖をする。で、それを、そのアイテムを入手することで、新しい場所に行けるっていうのが、で、そこに喜びを感じるみたいなのが、ゼルダの楽しいところですね。レベル1、根っこのダンジョンを攻略していきます。こいつなんか、目動いてるけど、関係ないんかな。目回るとか、ないか。関係ないか。関係なさそうですね。まずは、コンパスとマップ、このあたり入手していきましょう。いきなり妖精。コンパス、マップを入手して、で、目玉アイテムだね。当然のごとく目玉アイテム。多分僕の予想ではロック調の羽かなと思ってますけど、まあ、多分ダンジョンのギミックで、目玉アイテムは大体わかるはずです。火のついていない食材に明かりを灯すのじゃ。は。あ、これ、あれだ。小部屋に一人いるっていう初代ゼルダを思い出させるような形式のやつだ。左が小さな鍵で、右があれか。オッケー。はいはい。あー、食材だ。目玉アイテムおそらくね、カンテラか、なんかそういう系だと思います。そうだね。カンテラ系だね。食台に火を灯せって言うから、カンテラ系だ。なるほど。
ただカンテラ入手したところで、それをフィールド上でどう使うんだってことだけど、さっき六丁の羽か金の腕輪のどっちかかなと思ったんですけど、どっちでもなかったか。カンテラ系でしたね。なのでそれ系のギミックが出てくるとは思うんですが、まあファーストダンジョンなんでそこまで混んだものじゃないはず。これはね、マップ、ダンジョンマップ。はい、ありがとうございます。今作もですね、当然ながら宝箱当てやっていきたいと思います。ティアキンとかブレワイだとね、あれもう当てんの難しすぎて、もうアイテム当て成立してないですけど、今作は結構当てていきますよ。あのね、ダンジョンマップとコンパスはね、あのダンジョンマップから置いてくること多いんですよ、ゼルダは。コンパスから、ゼルダの伝説やってて、コンパスから入手できるときはダンジョンマップを取り逃してることが多いです。なので、あれどこか宝箱逃してないかなってなることが多いですね。トロッコ乗っていくと。お、モリブリン。ボコブリンだっけ、モリブリンだっけ。どっちか。なんかブレワイとかティアキンをやると、こういうなんか普通の敵のなんかモンスターの名前も覚えるよね、なんかね。モリブリン、ボコブリン、どっちかわかんないけど。なんかちょっと意識しますよね。ライネルとか特にそうだね。うわ、ライネルじゃんみたいな、なんか、なるんだよな。昔なんかさらっと見てた敵を、なんかライネルが、あ、こんなとこライネルいたんだみたいな、なること多いっすね。これはね、コンパス。小さな鍵か。え？ガチャの種を手に入れた。なんだガチャの種って。なんか土に植えてみようって言った。土みたいなのがあったら植えてみるみたいな。多分これコンプリートアイテム的なやつでしょうね。夢を見る島で言うな、貝殻の要素みたいなやつじゃないですか。これがトロッコか、レーンが切り替わってるか。これがね、コンパスか。小さな鍵か、コンパス。コンパス、ありがとうございます。これでもう全部の概要を見渡せられますよ。これがね、やっぱり大きいんすよ、コンパスが。そのマップに宝箱があるってことは、そのマップ内のギミックを見落としてたとしても、謎解きを始められるんで、だからここに今宝箱がなかった、その、どう考えてもどこにもギミックないじゃないですか。ないのに、マップ見たら宝箱があるってなったら、ちょっとそれで探せるんで、だからコンパスとかね、結構重要視してます。初見プレイのゼルダだったらなおさらそうです。こんな感じで、あ、取れない。こんな感じでね、クリアしていけたらなと思うんですよ。いや、まあ、なんかゼルダやってるね。ゼルダやってますね。これ大したアイテム入ってないですね。爆弾。爆弾入手しました。大したアイテム入ってましたね。こう今、てって音鳴ったんで、宝箱ありというようなことですね。爆弾。はぁ、あ。うお、危ねえ。ちょ、危ねえ。小さな鍵か。逃げろ。怖い。こいつ倒せないよな。無理だよな。よし。マップ的には左で、多分爆弾で壊せるところがある。オッケー。よし。ただね、ここ1階建てなんで、特に地下とかはないのか、これなんか傘の形になってんのかな、これマップ。あぶね！いや、これ無理だろ、今の。今のは分かんないわ、左。知らないと。これもだよな。OK。これも無視して、いるよな、当然。針警戒でいきます。ここもね、下手した針いますんで、早いって。右何もないっすね。ないね。中ボスです。中ボスだ。誰だ？武猛、ここから先は倒産。この武猛という発言、ちょっと不利になってますからね。もうヒント与えてますから、敵の種類。ただのモリブリンじゃん。ただのモリブリンじゃん。
っとブーメランはなかなか厄介ですよ。こいつ今青が今ブーメラン持ってるんで、あ、もう終わり、あ、もう終わり、はい、余裕でした。で、これで、最初のところに戻れるということですね。よし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 、順調に来てますね。やっぱ楽しいね。ゼルダはやっぱその初代ゼルダとかこういうオーソドックスなゼルダやっぱ楽しいっすわ。セオリーがちゃんとやってくれるし、なんか謎解きがなんかしっかりしてるし、謎解きとかほとんどないけど、ゼルダやってるんだっていう感覚になりますね、やっぱりね。か。これでも一階建てってなってんだけど。あ、この地下は関係ないのか。あ、やっぱりそうだね。袋だね。この袋は食材に火を灯せます。カンテラとかになってるけど、神虎とかだったら、アチチの実を手に入れた。木の実袋を手に入れて、アチチの実が20個入ってるっていう解釈でいいんですね、これ多分ね。だから、凍らせの実とか、なんか中の実を入れ替えられるってことでしょうね。なるほど。これででも食材に火を灯せるようになりました。こっちなんだ。嘘。よし、じゃあ戻りますか。このワープが一応使えるんで、初期位置にとりあえず戻って左と右にまだ宝箱ありなんで、ただもうおおよそのアイテム全部入手してるんで、あるとすればボス部屋の鍵か、ボス部屋の鍵か何か、なんだろう、あと一つがお遊び的な、お遊びアイテム的な、まあ、だからこれコースね。ここも、まあ、敵倒せってことだろうね、ここは。体力がね、最初の頃なんで、最初のダンジョンでやっぱ簡単なんですけど、体力が心もとないんで、あんまり突進していくみたいなことはできないね。力押しで攻略するみたいな。これはボス部屋の鍵かな、じゃあ。そうか。ボスの大きな鍵だね、いわゆる。じゃあもう一個の宝箱何なんだろうね。ん？ちょっと待て。これ、トロッコ、あ、こっちか、下か。そうだそうだ、トロッコ上行ってるから、もう、上行けないですもんね。じゃ、このなんかスカル系のやつ、ジャンプしてくんのかなと思ったら、全く何のひねりもない、ただ普通に歩いてるだけだったな。まあ、やつ、回転切り当てないと、ジャンプで避けられる系なのかなと思ったんですけど。右の宝箱なんだろうな。じゃあ。まあまあいいか。こいつ普通にさ、こういう系さ、普通にジャンプで避けるじゃん、基本。避けないんだよ。ただ歩ってこっちに向かってくるだけなんだよ。大丈夫かいな。ボスはこの火に弱いのか？あ、来た！窓ハンド！怖いぞ、こいつ。下手したらなんか入り口にエスケープさせられるみたいな可能性とか全然あるぞ。これなんだろう、ルピー、ゴルジュールピー。指輪。あー、指輪だ。いわゆる、指輪系が、なんか今作のその貝殻とか、そういう要素になってくるんだろうね。夢を見る島で言う。いいか。あそこボス部屋だね。よし。とりあえず窓ハンド警戒しつつ、ボス部屋まで向かっていこう。窓ハンドは一撃死みたいなもんなんだよ、これ。一撃でリスポンチでしょ、だから。こいつ最終警戒っす。こいつ最終警戒っす。こいつには嫌な思い出がある。こいつには嫌な思い出がもう無視していきます。はい。お？うわー、なんか壮大なやつ出てきた。角だ。角が弱点だ。ここに狙いますか。ダメだ。ちょっと、遊んでたらやられるわ。強い。結構強い。結構強い。結構強い。あー、まずい。オッケー、危ねえ危ねえ。はい、倒しました。ハートの器ありがとうございます。楽器かな、じゃあ。なんか木みたいなのありますけど、四季を手に入れるみたいなことなのかな。じゃあ、はい、一つ目入手できました。第一のダンジョン、まあ非常に単純明快なダンジョンでしたが、大地のこた、断り、土の恵みを手に入れた。豊かな大地の懐で、まかれた種は育まれる。五七五でもないな。これぞ土の恵み。誰が言ってんの、これ。誰が言ってた、今の。
天からの声だったのか、リンクが独り言で詩人だったのか、はい、育まれる系のやつを手に入れました。これでどうなるんでしょうか。なんか四季が一つ取り返したみたいなことなのかな。ふわ、オイラだよ、マカの木さ、土の恵み、オイラも分けてもらったよ、これで一つ元気になったよ。ここでさっき消えてしまった四季の神殿の夢を見たんだ。なんだか見たこともない不思議な世界にあったんだけど、ほう。そこには最低膜の力になってくれる何か大切なものがあるみたいなんだ。ごめん、今はここまでしか。夢の世界に俺の力になってくれるものがある。わからないんだ、むにゃむにゃ。眠いですか？はい、とりあえず、目玉アイテムであるこの、ん？何？何？何？なんだ？こいつ何？これ何すんの？あ、いたいた。どこ見て歩いてんのよ。私を大魔法使い、見習いのメイプルと知ってぶつかっているの？俺止まってたけど、おかげでカバンの中のものが飛び散ったじゃんね。俺だよ、飛び散ったん。ほら、魔法の不思議な種の袋の種、ほとんど散在してますよ。市場には、コキ使われるし、ロンロン卵は手に入らないし、こうなったらあんたの落とした分ももらってやるんだよ。やめろやめろ、競争で早物勝ち。ほとんど俺のもんじゃねえか。お前それ取んなよ、まず。それ取んなよ、まず。お前、貴重な、種が、悔しい、覚えてらっしゃい。ほとんど俺のもんじゃねえかよ。あいつ、ダメだな、敵だな。あいつ敵だわ。これもう、種ないよ。調達する方法ないんだから、俺、フィールドに落ちてないと。じゃあ、とりあえず、木のところ戻りますか。ロック調の羽ない、金の指輪ないんで、先に進めないですよね。今何？え？何これ？え？何これ？なんもないんこれ。ほう、なんだあれ。とりあえず戻りますか。特にできることもないね。これ、この辺から種出てくんないかな。出ないと種、あ、これだ。柔らかい土に植えようみたいな言ってたやつ。ちょっと待って、柔らかい土がないじゃないですか。ちょっと待って、これ柔らかい土ないじゃん。どうやって植えんのこれ。これなんか土に植えようみたいな、出てませんでしたっけ。特に何かをいじれるわけでもないんで。これじゃないの、柔らかい土って。違うの。あ、これだ。植える。OKOK。何か育つんだね。一応ね、A ボタン外したんすよ。使っちゃったら嫌だから。一応外したんすよ。これ種がね、もうこれ貴重品になってくるよ、このままいくと。え、じゃあさっきのマカの木のところ一応戻りますよ。次何やったらいいかわかんないんで、あ、ここにも一応植えれたんだね。あ、これ燃やせんじゃない、もしかしたら。お、あ、なるほど。木が燃やせるようになってるんで、木で封鎖されてたところに行けるようになるわ。じゃあ、どっかあったっけ、木で封鎖系の。まあ、とりあえず一応こいつの話聞こう。置いときますけん。四季の神殿に最低膜の力になってくる何か大切なものがあるみたいなんだ。四季の神殿ってそもそもどこにあるんだよ。とりあえずじゃあ木で、あ、これだ。はい。この所ジョージみたいなやつが寝てるところね。待たれよ、旅の少年。私はさすらいの預言者、ソクラ。うん、感じる。春夏秋冬。四人の精霊たちが君を呼んでいる。きっと四季の神殿がまだ世界のどっかにあるに違いない。もしも神殿を見つけることができたら、そこに住む精霊たちを訪ねてみなさい。きっと力になってくれるはずだ。では気をつけてね。RPG で大体それ言っとったら、大体どんな RPG でも、成立するよね。どこかに君の力になってくれる人物がいるはずだって言ってたら、大体成立するよね。どんな RPG でも。え？え？嵐の歌じゃん。久しぶり。嵐の歌です。まあ、時のオカリナの後だから、それは嵐の歌はあってもおかしくないんか。
嵐の歌じゃん。これゲームボーイ版嵐の歌です。懐かしい。そしてゲームボーイ版になってるじゃん。あー、いたー、お前かい。回る回る、もっと早く回したいな。滑りを良くすればもっと回るんだけどな。滑り良くする系か。はい、じゃあそろそろね、結構時間が来ているので、一旦じゃあこの辺でこのパート切ろうかなと思います。また次回ですね、この先ですね、炎で燃やせるようになったんで、多分第二のダンジョンがどっかにあるかなと思うんですが、向かっていけたらなと思います。ということでまた次回のパートをお楽しみに。サイケマンでした。ありがとうございました。